おいす、こんにちは、アムリです。今回は、ガンホーコラボが始まる直前なんですけど、当たりキャラランキングを出す前に、一旦現時点で注目しているキャラ、特にちょっとこいつは強い手に入れたいなと思っているキャラをランキング形式ではなくて、10体厳選して紹介していく形で紹介しようかなと思います。はい。ということでね、まあ注目しなかったキャラがランキングに入ってる可能性もあると思いますが、一旦こうパーッと見た中で、あ、こいつちょっと欲しい、こいつ強そうっていうのを10体紹介していきます。はい、まずトップバッター、もういきなりぶっ飛ばしましょうか。ステラこれはもう絶対入ります。ちなみにちょっとまあネタバレにもなるかもね、当たりキャラランキングの、あの、なんなら1位だと思ってくださいこいつは、こいつはもう何が何でも強いと思いますね。スキル3つの28ターン、2ターンヘイスト、ケバ核解除、76リーダーで、変身形態は回復泥器を持って暗闇耐性持ちで、L 字アシスト無効解除可能、まあ V 破壊を負けつき、7ターンスキルで、ケバ核解除1ターンヘイスト、まあアマテラスみたいな感じですね。で、76にしますよと。まあ十分強いですね。暗闇耐性持っているし、かなりいいかなと。リーダースキルは非光のドジ 78% 軽減の攻撃45の4加3、非属性は回復4倍。まあ、そんなぶっ飛んで強いわけではないって感じですね。しっかりサポートできるよっていうキャラ。まあ、こっちよりも、どっちかっていうと、これですね。まあ、武器こそないですが、進化形態に。スキブが、一応まあ6にできて、回復泥器はプラスで、素では2個持ってる。まあ、全パラで使いたいかな。全パラに。これそもそもさ、今さ、これレベル120にした時点で、12,691 とか HP いくんですよ。で、プラス触れるわけじゃないですか。で、全パラにできるわけじゃないですか。で、チーム HP3 持って回復努力を持って、ルレと軽減が同時にループするんですよね。これはえぐい。フォースインパルスももう泣いちゃってるよって感じですね。これはね、やっぱ欲しいねって感じ。ルレと軽減を同時にループするキャラが初登場なんですよ。だから、持っておいた方がいい。これはね、買う、確定購入だよね。買う価値ありだなって感じですね。持っときましょうって感じですけどね。腐りづらい性能だと思います。はい、ということでこいつがまず1体目、次行きましょう。はい、2体目が日の家具土ですね。本体はスキブは、まあ、プラスで2個持ってますが、6個目があったりとか、回復 LG で7個持ちにできたりもします。冬をもって2ウェイト10強で軽く出す人光のコンボパなんで、まあ、対地系とね、相性のいい属性ですね、覚醒も。で、あとは進化スキルで2ターンヘイストしながら進化で、6ターンで吸収無効からの陣打って、あとシールド破壊できますよって感じになってます。まあ、太一もそもそもシールド破壊するので、より多くの、例えば10億チャレンジみたいなシールドいっぱい張ってくる敵だったら、まあ活躍しやすいのかなと思ったりしますね。はい、リーダースキルは15秒固定です。まあまあまあ、それなりに戦いやすいかなって感じ。武器ですね、こいつも皮膚用のスキブ浮遊初登場ですね。で、2ターンヘイストしますよって感じになってますので、まあ、火のパーティーで冬をつけたい、副属性も火にしたいってなったら、まあ、現状代用が効かないって感じになっておりますので、まあ、欲しくなるね。まあ、今後ね、ちょっと待てばね、どんどんいい属性タイプ、属性付与、冬付与、出てくると思うんですけど、まあ、まだ数もね、各属性1体ずつぐらいしか出てないっていうことで、欲しくなるし、まあ、ヘイストとかもあってかなり使いやすいかなと思いますので、まあ、ヒーパー使う上では欲しくなるパーツかなと思います。続きましょう。はい、続きまして翡翠ですね。スキブ4つの36ターンのダメ無効変身です。変身後は、冬と2ウェイと4色とガドブレで火力を出すことができてまして、3ターンでドラゴンタイプの上限近い方がループします。まあガチャドラとの相性が非常にいいキャラクターになってくるかなと思ってますね、本体はね。うん、ドラゴンタイプ全員助言解放だから、ガチャドラの弱点である助言解放っていう点もカバーできるし、なおかつやっぱりこのガチャドラの貴族性枠っていうところを埋めれるのもいいとこかなと。リーダースキルも3色で 81% 軽減で55倍して5加3で、操作時間3秒延長で、かなり強めのリーダースキルになってるかなと思いますね。で、こいつもね、どっちかというと武器にも注目しといた方がいい。まあ、武器の方がいいかもしんない。ドラゴンタイプ用の冬を持って5色泥鏡。まあ、プラスでこそないんだけど、これ2枚入れたら、まあ、要は泥鏡全部埋まるし、まあ、アレキサンダーみたいなのを1枚つけるだけでもいいっていう風になるんですよね。だからこれは、ちょっと使いそうじゃないって思いますよ。うん。で、15ターンで3ターン遅延。と属性吸収とかもろもろ無効って感じですね。遅延できるのいいねって感じですね。まあ最近だとドロップ強化プラスで1個分、まあつまり 40% のドロップ強化だけだとちょっ
っと足りないねって感じのとこもあったりするので、まあ、そこをプラスアルファね、パイモン武器とこれを使ってあげることによって 60% 確保してあげるっていうこともできたりするので、まあ、そこら辺も非常にいい点かなと思いますね。これはね、結構長生きできそうな気はしてるんだけどねって感じですね。まあ、遅延もできるのがまたいいとこですね。はい。やっぱね、そこですよね。って感じです。次行きましょう。はい、続きまして、ビビアン、スキブさんの33ターン、3ターンヘイスト変身、76リーダーですね。変身後は回復ドルキョプラ3つ持ち、回復エルジ持ちのエルプラ10プラなんで、クレーン目覚めの対策も可能で、全部属性は水。まあ、ここはちょっと気になるポイントですけど。5ターンスキルは、ケバカク解除、最大 HP をいじくって軽減もできますので、まあ、実質軽減率上げてるようなもんかなとも思いつつって感じですね。やっぱ HP 半減の敵とかもちらほら出てきますから、そこら辺の対応もできるのも強いねと思いますし、まあ、これによって、ただ単に 35% 軽減するだけじゃ耐えれないところも 1.2 倍で、耐久できやすくするよっていう感じになってるのはいいですね。まあ、十字と L 字両方カバーしたりとか、まあ、L 字アシスト無効解除4ターンとかしたい場合は、水で10個用意しなきゃいけないのは、ちょっとそこがって感じですけどね。はい。武器は回復ドロキョ2、十字、雲、指プラです。25ターンで3ターン無効貫通および敵全体に攻撃力5万倍の水属性ブレスとなっております。まあ、ランダム方面での活躍が望めるかなって感じです。次行きましょう。はい、続きまして、アカネですね。スキブは4つあって、烈鏡が6個あって、蝶つなぎ2個ですね。枝豆もあります。まあ、閉じれますけど。で、蝶つなぎ3個目もあるし、第3属性も火持ってて、スキルですよね。火属性全員上限解放100億。しながら火花火なので、まあ、周回パーツとしてね、まあ、便利な活躍がありそう。まあ、今後やっぱり V 破壊で火力が必要になったりとか、まあ、水属性は最近結構、克服されてきたというか、攻撃枚数も増やしやすくなってきたし、水属性の時ワンパンっていうのはしやすくなってるのかなと思うんですけど、今度は V 破壊の課題が出てきて、 V 破壊破壊するんだったらちょっとね、やっぱ100億以上の上限解放できた方がいいし、パーティー全体が100億出すようになるから、まあ第3属性まで持ってたら1800億になるのかな、それでもね、って感じになるので、まあその辺で役立つ可能性があるかなと思いますね。本人もやっぱ火力出しやすいのがいいところです。武器はスキブのキラー2つ、烈鏡です。あと敵全体2000倍ブレスです。まあ武器はそんなにかなって思いますけど、やっぱ本体が周回で使われて全然おかしくない性能なのかなっていう感じですね。次行きましょう。はい、続きまして、ラクシュミ&ルドラですね。スキブ4つ、回復エルジあって、聴覚にもスキブあるので、まあスキブ最大9にできますね。飛魂闇魂プラス持ってて10強4つありますよ。聴覚にもまあ10強あって、冬を持たせたらかなり火力高い。5ターンで4ターン 40% 軽減の後は1ターンスキルになって、無効貫通ダメ級無効2ターン継続、1ターン自強化と上限解放400億というね、めちゃくちゃ高いですね。まあループこそしないけど、まあ軽減枠として使えるよといった感じですね。色的にも最近だと、マレフィセントとか、まあ少な系と相性のいいような色合いをしてるのかなって感じですね。まあ無難にマレフィセント編成とかで無効貫通分用意しづらかったりするケースもあるし、まあマレフィセントは2色基本的に使っていくから属性吸収は潜在でやりやすいしで、まああの辺と相性は良かったりするかなと思いますね。リーダースキルも火闇回復の同時攻撃 80% 軽減の攻撃40倍4加算固定500万で自己完結してるのはすごいいいところだなと思います。武器2種類あります。1種類がチーム HP2 の暗闇完封、毒完封、ドロキョウ2色プラス、シールド破壊と、ダメ無効2ターン継続、もろもろエンハンスって感じになってます。まあ、耐性埋めとしていいねって感じ。まあ、こっちはまあ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 、まあ強いけどね。まあ、こっちがやっぱ使いやすそうだよね。スキブ10強、チーム HP、ドロキョウ2色プラス、追撃持ち3ターンヘイスト、まあ、無一度色違いバージョンの覚醒持ってますから、これは強そう。強いです。はい。今でも全然無一郎って使うわけなので、まあ他の泥競技なおってなった時にこっちが強かったりするかなっていうのはありますね。まあ今後ね、もう強い武器はどんどん出てくるかもしれないけど、まあとりあえず今の環境で見るんだったら、全然こいつは持っておきたい武器になってくるかなと思いますね。とりあえずつけとけば強いよねっていう武器の種類になりそうですね。はい、かなり優秀だと思います。次行きましょう。はい、続きまして、不死の探求者で読み方合ってるんですかね。他のなんか、カタカナで読み方ありますみたいな感じだったらわかりません。青の聖堂って書いて、ブロンズアームドライブでしたっけ、何の話そんな感じのことを言われたらわからん。スキブは最大6からの9にできますね。7強と L 字持ってて、6ターンでエンハンス及び、上限解放できます。悪魔タイプ全員上限解放です。まあ、正直進化前にはそこまで注目してないです。はい、もうこっちですよ。
まあ、まず覚醒はスキブ L2 個のバインドドロキョ3色プラスで、まあまあまあ L 使うんだったら強いかって感じですが、スキル4ターンチェーン釘20個生成、アホかみたいなアホかなみたいな。まあこれね、 20% 根性、 20% 以下根性ね、敵にぶっ刺していけるので、ワンパンできるんで、まあ今後の周回とかをより早くできるパーツになってくれるんじゃないかなっていう。その場生成だからね、しかも釘目覚めじゃないからな。うん、っていうことで、これはちょっと持っておきたいね。こんなスキル出るんかな、今後。まあ釘生成がなんかやたら増え始めたんで、どうなんかなって感じですけど、20個生成えぐいっすね。これはとりあえず何が何でも持っておきたいなって感じ。代用まずできないって感じかな。はい。次行きましょう。はい、続きまして、クローリー。確定購入だったかな、こいつ。37ターンの、2ターンダメージ無効化変身のスキブ4つ。変身後はどっか行っちゃいましたけど、変身後はバインド封印指プラ回復エルチの10強5つの光コンボ強化プラスで2個です。まあ、光コンボしてあげれば、冬なくても火力しっかり出そうですね。冬も何でもいいから持たせれる。第3属性まで自分で光持ってる。で、スキル強いね。2ターンで、ロック解除、光回復6個生成、1ターンの間全員 A 入 1.5 からの2ターン上限値解放8億。いいですね。自分でずっと上限解放してるティガレックシュアシュみたいなキャラクターはやっぱ強いかなって思いますよ。光単色パ使うんだったらかなり強いと思います。今回アーサーがね、光単色パを引っ張ってってくれそうですけど、まあその編成で確実に強い生成枠ですね。リーダースキルも強いです。光の2コンボで 81% 軽減、攻撃55倍、参加さんの固定600万、光属性回復 1.5。 うん、文句なしの強さだと思います。で、武器は、スキブ2個バインド、バランスタイプ付与、7強2ウェイ致命 CV 破壊の3ターンヘイスと2ターン 80% 軽減です。盤面76にします。スキル効果含めて、まあ2ウェイ組むような編成であればより強いよねって感じになってます。まあこれ、バランスタイプ表だから G2 系の編成に使う分にもかなり相性いいかなと思ってますね。はい。次行きましょう。はい、続きまして、ロキ。スキブ3つ、35ターン2ターンヘイスとの変身。変身後3色2ウェイで火力高いよ、インカゴ持ってるよ、3ターンスキルで1ターン実況化2倍、上限値900億、落ち込んだしの6号、ゼンドロイデ回です。まあ、本体よりもこっちも武器ですね。武器、スキブガドブレム効果、なんかすごい異色な組み合わせのチーム HP3。2ターンヘイストするだけじゃなく、1ターンの間76にして、全員の上限値が300億になります。これえぐい。これえぐいね。ここです。もうすべてをさておいて、全員の上限値が300億になるっていうのはかなり特徴的で強いと思います。はい。まあ、無効換武器としても、スキブチーム HP3、2ターンヘイスは強いですけどね。うん。キルバーンが泣きますね。はい。って感じですね。うん。まあ、覚醒もガドブレとして使っても強いし、無効換としても使っても強い。スキル効果が V 破壊等でかなり今後活躍しそうだなって感じです。続きましょう。はい、ラストは、カナンです。スキブ3つ、回復エレジあるからスキブ6にできるよ。30ターンの4ターン遅延グラビティ変身で、変身後は闇コンボ強化プラス2個。で、冬で10強で火力出すよと。で、第3まで闇持ってて、12ターンでグラビティするよ。4ターンの間、盤面6号にするよ。無効貫通するよ。吸収無効するよって感じです。まあ、長いターン継続するんだけど、まあ、その代わりスキルターンも重たいよと。で、リーダースキルは闇の2コンボで半減、攻撃50倍、参加3、固定800万、自己完結で、闇属性 HP2.5 の回復は5倍です。うん、リーダースキルもかなり強めかなって感じになってます。スキル効果がすごい特徴的ですよね。で、武器に関しては、闇不要スキブ、チーム HP2 の闇ドロキョウの、回復ドロキョウ V 破壊で、あとは目覚めして、操作時間延長 80% カット。まあ、正直そこまでって感じの武器かもしれない。まあ、本体がなかなか特徴的ですね。で、これを使うにはだって、まあ、使うならやっぱこういう系が欲しくなるって感じですかね。まあ、ヘイストだのなんだのっていうのを使いながら、いかにあの12ターンっていうスキルを軽く打っていくかっていうのがポイントだったり、まあ最近新強調だと強制ヘイスト来るから、まあそのヘイストを活かして、溜め込むっていうこともできるので、まあ今後そういうヘイストをしてくるっていうのも結構あるんじゃないかなと思ってるので、まあそれをうまく使えればより強く働きやすいのかなって思ってます。なんで今回ちょっとアーサーを入れなかったんですが、なぜならこれを4体手に入れるのはさすがに大変っていうか、確かこいつも確定購入だった気がして、確定購入キャラを4体、まあ4体じゃなくても、
この辺ゆかりとかでヘイストかけて回すとか、おやすみハローキティ、まあノクタリアキティ、あの辺とかで回すとか、7ターン1ターンヘイストのキャラクターでうまく回せばいいだけなので、まあアーサーこれ4枚じゃなくても、まあ2枚とかでも編成は組めると思うんですけど、まあ多分理想的に行こうとすると4枚なのかもしんない、わかんないけどね。なんで、まあ、ちょっと一旦こいつは保留です。うん。4体揃えたら強いかもしんないし、まあ、普通に2体でも強いかもしれないって感じなんで、まあ、一旦保留だけど、そこまでしてまで欲しいかっていう感じなんで、なんか悩ましいとこですね。はい。ってな感じです。だったらまあ、かなり優位性もあるような、こっちのキャラの方が注目度としては、個人的に高いかなって思って入れさせていただいてます。まあ、あとはね、この辺もちょっと、シールド破壊しながら軽減するのって、とデフォルメにするとシールド破壊リジェネループ、まあ、シールド破壊リジェネループって要はゲトーにデッドプールウルバリンの武器の武あれを11535をつけてあげるのでもいいかなと思うんですけどね。11535ってあの図鑑ナンバーですね。もうあいつだけは忘れないから、なぜなら取り忘れたから、はい、とかなんで、まあリジェネループのシールド破壊スキルは他にも一応武器としてはいるんでね、まあそっちでなんとかなったりもするケースはあるかなと思ったりもしましたがね。うん。てな感じですね。はい。以上です。ということでこの10体、まあ、あとはダンジョンキャラクターも少し良さそうなのはいるんですけど、この10体を一旦事前で注目しているキャラとして紹介させていただきました。またね、当たりキャラに関しましては明日、ちゃんとランキング形式で紹介できればなと思っております。ということで少しでも参考になった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんのね、注目しているキャラクターもよかったら教えてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。